デイダラを撃破したナルトは風影奪還に成功。砂隠れとの新たな絆を築き、しかし第7班に休息の暇は、早急に畑かかしの代役であるヤマト、そして新メンバーのサイを加え、次なる任務地天地橋では暁のスパイが出現するとの報が、果たして現地に向かって暁を落とし入れようと画策する、内葉サスケを惑わす巨悪オロチマルであった。憎むべき存在オロチマルを前に、内なるキュービはついに暴走に至り、赤き方向が空を焦がした。来たわね憎いかしらこの私。オロチマル、なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだ。お前は、俺には俺の道がある。俺はオロチマルのところへ行く。ルト、サスケ、このチャクラ面白くなりそうじゃない。少し遊んであげる。サスケを返しやがれ。サスケ君とどっちが上かしら。過ぎるみたいね。てめえは、俺が、遊びは終わりよ。これでどう？その程度、私のサスケ君以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。この子は、you
まま沈みなさい。暴走の収まったナルトはヤマトたちと共にオロチマルたちを追走し、そしてその内部へと侵入するのだった。日の揺らめく薄暗い地下アジトに現場に到着したその目に映ったもの、それは探し求めていた友ウチハサスケの巣。サスケと共に木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐に囚われたサスケにナルトの声は届か、両者の意志は激突する。ナルト、それにサクラか。その声は。やっと見つけたってばよ、サスケ。サスケく、こんなところにまで一体何の用だ。お前を連れ戻しに来た。悪いが君に拒否権はない。無理やりにでも連れ戻させてもらう。カカシの姿が見えないと思ったら、そうか、お前がカカシの代わり、そしてお前が俺の穴埋めか。ナルト君たちと君の間にあるつながり、つながりか。相変わらず考えがぬるいな、お前たちは。何？
いくつものつながりは己を惑わせ、最も強い願い。俺にあるのは、兄への憎しみというつながりだけだ。お前たちとのつながりは、3年前のあの日に断ち切った。つながりを断ち切っただと？バカなこと言ってんじゃねえってばよ。お前がいくら否定してもな、俺はお前とのつながりを感じてる。ずっと切れずに、3年前から、今この時も、俺とお前はつながってんだ。俺たちのつながりは、やっとできたお前とのつながりは、そう簡単に断ち切れるもんじゃねえ。そうか。なら仕方ないな。今度こそ完全に断ち切っておくか、ナルト君。ああ、こうなったら力ずくだってばよ。お前は俺に傷一つつけることはできない。戻ってこいってばよ、サスケ。押せてて、ぬるいやつ。そうまでして俺を怒らせたいの？サスケ、やめろ！何も変わっていない。お遊びは終わりだ。なんでそんな風になっちまったんだよ。お前は、俺には俺の道がある。邪魔をする。こっちはお前を逃げ物として欲しがってる。そんなことはどうでもいい。俺の目的は達成と言ってる。それでお前とのつながりを絶対守ってみせろ。だってそのつながりを俺は断ち切るまで。この力一体何なんだ。友達だ。お前も力をつけたみたいだ。無駄なこと。俺はお前以上に求めてる。もらった。今度は容赦しないぞ。その程度か。あの時の方が手強かったぜ。なるほど。せっお前を潰す。無駄だ。お前は同じ敗北を味わうことになる。あの時と同じように。そろそろしまいにしようぜ。この戦いも、
これまでの戦いを。お前の命は俺の気まぐれで助かった。おしゃべりはもう終わりだ。案外やるな。だが、遊びはここまでだ。あの余裕。あいつ、本気じゃなかったのか。お前たちはここで消えろ。その術はやめておきなさい、サスケ君。なぜ止める？何？この子たちには一人でも多く暁を始末しておいてもらおうと思ってね。他の暁に邪魔されると君の復讐もうまくいかなくなるでしょう。情けない理由だな。利用できるものは利用する。それで復讐の可能性が 1% でも上がれば儲けものだろ。さあ、そろそろ次のアジトに。待てってばよ、サスケ。ナルト君、さっきも言ったけど、もう。サスケ。サスケ。残念だったわね、ナルト君。では。サスケ。サスケ君。また、止められなかった。俺は。弱え。
君の言うつながりはこの程度のものだったんですか？ナルト君、君はさっきサスケ君にこう言ってたよね。いくら否定してもつながりを感じてる、ずっと切れずにつながってるって。そこまで強いつながりがこれでもう切れたって君は思ってるんですか？サイ、そんなことね。だったらまだ大丈夫だよね。え、まだサスケ君を連れ戻すことができる。それに今度は僕もいるし、二人より三人の方がいいよね。サイ、ありがとう。ここからだな。サスケ相手に前線する第七班。しかし、その思いは最後までサスケに伝わることはなく、サスケはオロチマルと共にナルトの前から立ち